はいどうも、Google マップのローカルガイドレベルということで私はね、9になりましたよ、9にトップレベルユーザーというふうな称号もいただきました。あなたお住まいの都市で全投稿者の上位10%に入りましたということでトップ集団でございます。検索と共有によりもたらされた素晴らしい世界ということで私これからも投稿を続けていこうかと思います。で、2022年の記録なんですけども、最も人気のあった写真がこのなんか変な 閉店した店舗の写真ですしかも20年ぐらい前に閉店したんじゃないですかねこれがあ58万7904回閲覧されているということでいやお手軽投稿でね本当に、えー、これほどまで多くの方に見ていただきましてありがとうございましたそして最も影響力のあった口コミなんですけども11月に投稿したパリ星さんのこのねオープンおめでとうの投稿ですよいやー嬉しいですね先輩見てますか 影響があったらしいです。Google さんも公認です。で、昨年達成したことなんですけども、16,395ポイントを獲得しました。で、レベルが9になりまして、今度目指すのはね、レベル10なんですけども、このポイントのペースでいくと3年ぐらいかかるんじゃないかなと思います。で、昨年は3,195件投稿しましたんで、3,195件って言うとね、毎日10件ぐらい投稿してるペースになるんですけどそんなに投稿したかな まあ、忘れましたけどね。<laughs> はい。様々投稿させていただきました。えー、今後もですね、素晴らしい一年にしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。ローカルガイド6年でレベル9までなりましたということでございます。